さあやっていきましょう。もし Q シリーズパート41でございます。どうもアザラシです。前回にあげたのがね6月29日なんですよ。今日がですね7月28日でしてね、もう1ヶ月ぶりだよ。1ヶ月何をやっとったんじゃと、そんなことを言われてしまってもおかしくはない。1ヶ月、まあ7月は忙しいよ大して忙しくもねえよ。実況2週間に1回ぐらいのペースで上げていかんきゃダメだよな。そんなことを思いますけどね。言うは易し、行うは難しってね。まずロッテか。いや開いてんな、ゲーム差が。見てこれ、7ゲームだって近鉄相手に。これ大丈夫か2年目首位逃す、これ雷が鳴っている、雷が鳴っている。晴れてるのに雷が鳴っている。まさに晴天の霹靂。やばいね、やばみが深いね。近鉄相手に勝った、ロッテに2連敗して、まあ近鉄に勝って7ゲーム、6ゲームが今7ゲームに開いたわけだ。いやー、これはどうだろうな。7は開きが大きいな。まああと60試合70試合ぐらいあるかな。あるから、まあなんとかなるんじゃねえかと思いたいけどな。ピッチャーいいね。やっぱ豊田加入させたらまずかったかもしれん。豊田まずかったかもしれんな。さあ次もしかしてオールスター？まだか、まだまだよね。まだお金はね、さすがに4月15の9、16の8、9の14。いや、ちょっと。それに比べて近鉄。4月がまず凄まじいな。ランキングとかで見ると、やっぱ中村のりさんがちょっと、ほんと焼きつく七不思議だよ。こうだ、C で、なんで3割ならば8になるんだよ。どうやったらそうなるんだよ、このゲームはよ。どうやったらそうなるんだよ。ホームランランキング1番、オバンドだしな。これだけ比べたらさ、オバンドと中村のりさん、あんまりその、ねえ、のりさんよりも、こうだがある分、のりさんよりもいい成績、打撃成績残しても良さそうなもんだけどね。出塁率でも中村のり、どうなっとんじゃ、このゲームは。どうなっとんじゃ。本当に優勝できんのかな。怪しくなってきた。で、もし清シリーズとね、目打っちゃおりますけどね、ちょっと最近の清宮について言いたい。打ってないだろ、清宮。全然打ってないだろ。ちょっと待ってよ、スポナビを見ていこう、スポナビを。試合にテコ入りしては大丈夫です。もし清シリーズじゃって言いながらさ、まあ、もうやっぱ清宮には注目していきたいわけよ。このアザラシさんとしてはですよ。していきたいけど、いや一方でこの清宮全然活躍してないなってのも分かってる。最近の清宮はどうなのかなっていうのを見ていこうとしてるんですけども、いやーね、こうやってね、ザザザザッとさ、ポストカードができました。ザザザッとこう選手のこう成績とかを見ていくじゃない。まあ、打率でまあ相当するわな。こうしてるとまあ松郷が1番で、宇佐美が3割3分、巨人が取りましたよ、宇佐美。近藤、太田、西川、王、渡辺、中田翔、谷口、田中健介、平沼、清水、誰だこいつ、石和成、長島、これは誰なんだろうな、キャッチャーかな。まあ、ここまでまだ興味出てこないね。杉谷、まだ出てこないね。石川遼、横、ここで初めてだ。下から数えた方が早い。清宮1割7分3厘。どうなっとんじゃ、1割7分3厘とか。まあ、直近の成績とかで見れるんだっけ、このスポナビは。最近6試合か。27日、26日、24日って、ここのところちょっと出てはいるけど、どうだ。まあ、ちょっと三振減ってきてるけど、2ゴロ、1ゴロ、遠ゴロでしょ。感覚としてはやっぱり引っ張った方向に打ってるかな。ね、一直でしょ、二飛でしょ。基本的に打ってる打球方向が左打者だから、引っ張り傾向だよね、こう見るとね。
まあ引っ張るのが悪いとは言わんけど、ゴロになってるところも考えてもうちょっとどうでしょうね、清宮ね。清宮シリーズって歌ってやってんだから、清宮がちゃんとしてくれないと困るんですよ。別に困りはしねえけどさ、清宮が打たなかったかって、俺の生活になんかどうこうするって、そういうことはないけれどもだ。けれども、ちょっと清宮不甲斐ないね。村上とまでは言わん。ヤクルト村上とまでは言わん。しかし、村上の半分ぐらいやってくれないと2年目なんだからね。ね、そう思いますよね。はい。ただ、ハム自体はね、今めちゃくちゃ好調なんですよ。ここ2日ほど、西武を倒し、ぶっ倒してね。西武を本当ぶっ倒すって言葉が合うぐらいぶっ倒してる。打ち勝ってるからね。で、ついにソフトバンクを圏内に捉えました。ソフトバンクの背中がもう見える位置まで来た。具体的に背中っていうか、そのもう、あれなんですよ、0.5ゲーム差なんですよ、今日の試合で。もしかしたら、ここはひっくり返ってね、残り今95試合だから、あと40試合か50試合ぐらいしかないけど、まあ、ここで首位に立ったからって何かか変わるってことではないけど、独走態勢に入ってるソフトバンクをこう、じりっとこう日ハムが今追い上げていってる感じ。打率でね、っていうかさ、打率で今、パ・リーグの中で一番いいのが日ハムだからね、そういうチームです。昨日の試合なんてなかなかすごかったですよ。見てはなかったんだけどさ、見てはなかった。なんか買います？これが欲しいんだけどね。これが欲しいんだけど。ちょっと金が高いな。まだちょっとやめとこう。パワーマシーン買わないと。パワーマシーン買わないとね。清宮を育てるって企画なんだ。企画の趣旨を忘れちゃいかんやな。企画の趣旨を。間もない。5001。グッズを最初に作りまくっておくっていうのは、焼き付く攻略においては大切な要素。ここでもしも日ハム不振に立つようなことがあれば、まあ、これ以上ブーストかけられるところはないけどね。ないけど、でも、良い感じになっていくと思うね。まあ、逃げ切りはちょっと難しいんだよな。まだ下にいる方がいいかもしれんな。そういう意味ではね。なんつってもね、なんつって雨だ。今日雨でした。7月1日1週目。7月1週目、雨なので進めます。もう外国人も取れないんだった時かな。6月前だったかな。勝ちたい。ちょっとガンちゃんの給料を抑えるために、あんまりガンちゃん投げさせないようにしとく。うわ、勝てんな。うわ、勝てません。ここに来て勝てません。関根が三振取れてないな。打線のつながり的なことで言えば、小笠原打ってるけど、これはもしかして現実の清宮がそうであるように、この架空世界の清宮にも影響が及んでいるのかもしれない。3試合でヒット1本かい、4番が。それかな。昨日の試合とかでもね、ソフトバンク、ソフセーブ相手に、セーブは5本ホームラン打ってる中、一番1本もヒット、1本もホームラン打たずに、5本じゃない、6本か、6本。ね、森友哉とかがさ、ホームラン3本、1試合に3本打ち込んでる中、打ち込んで、これセーブごぼろ勝ちかしたかなみたいな試合も、こう、スランプ、ドクタースランプ、打ち勝った試合も、その、セーブはホームランだけど、日ハムはこう、つないで勝っていくっていう、そういう試合を演じたわけさ。そんな中だぞ、そんな中、清宮はヒット1本、まあ、ヒット1本打ってるだけで偉いけど、偉いけど、そうじゃねえだろ。
もっと打線の核となってたな。やってくれんと、やってくれんと。違う、俺あの誰がスランプになってるか知りたかったんだ。どっちかだろうね、坪井か小笠原のどっちかだろうね。打順の組み替えをした方がいいかもしれん。つながる打線、一人が打てなかったからダメってんじゃなくて、つながる打線を作っていきたい。そのためにうちのチームもね、今の日ハムのようにつないでいく、つないで点を取っていくチームを作っていきたい。一人一人が俺が俺がっていう、まあその中でのつながりだけどな、俺が俺がっていうそのつながりの中では、その中ではこれもしかして本当にあれか、小笠原かスランプは。小笠原スランプは痛いな、外すわけにはいかん、小笠原を休養で。こう見てフロストこの選手取ってましたっけ。すごそうなんだけどな。稲葉な、まあ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 こういう具合ですね。磯部な、やっぱ高打練習をもうちょっとしていきたいね。こうして見ると野手陣を見るとね、投手陣はまあこれでいいけどな。よし、2軍はまあこんな調子で、棒にしてもう引退だな。取ったはいいけどちょっとやっぱ活躍させることが難しそうだ。まあ、こういう感じで1ヶ月鍛えていきましょう。また選手をね鍛えていきましょう。清宮、1年目のような活躍を期待したいんですけどね。こうしてみると坪井すごいな。ここに来てまだ目覚ましい成長を遂げている。多分 S まで行くな、これはこうだ、 S まで行くな。ちょっと小笠原のスランプが気になる。ここで小笠原まで失速されるとうちのチームはガクッとこう落ち込んでいくからな。とはいえ小笠原の2番を変える気はないし、いや難しいな、ね。まあ、小笠原を多分2割6分クリーンの打者をさ、下位に置くわけにもいかんよな。ちょっとこの2試合見てみて、小笠原の具合をちょっと確かめましょう。翔太がいいね、いいね、いいね。2人いいピッチングした、いいピッチングした。小笠原4打数2安打打ってますな。スランプとは関係ないな。ヤシのスランプは多分あんま関係ないんじゃないかな。打ってるね。清宮は？あ、清宮も打ってますね。やっぱ4番が打つとね、4番が打つと勝てますよ。4番が打てば勝てますよ。まあ清宮の話もですけど、最近のね話題といえば、あの大船渡の佐々木朗希、朗希でいいか、佐々木朗希くんね。彼なんてのが岩手大会だったかな、決勝で温存で、でまあ試合に出さずにチームは負けたみたいな、そんなのがホットトピックスとしてね最近よく語られておりますけどね。いやまああんまり高校野球は詳しくない、正直自分はあんまり高校野球そんなに詳しくないんですけども、拾おうかな。いやうちは島田行くっつってんだ、任せる。今ちょっとこっちを今ちょっとあれ行こうとしてたな、スカウトかな。島田でいいです。あ、大船と佐々木くん、正直甲子園が面白い方がいいなとは思う。ショーだからね野球って。ただ彼クラスの選手もうこれ160キロ近い球投げられて、あのがたいで、ただまあもうプロ入るのは確実かなっていう状況がもう決まってて、それで
それでまあ甲子園に出てくる意味は、まあ、彼個人にはないのかなと思ったりして、なんとも言えないなと。ただまあその彼以外の野球を続けてきた人たちからしたら、同じチームメイトからしたら、甲子園っていう舞台に立てないのはちょっとかわいそうかなっていう気もするかな。まあ事故を殺してさ、事故を殺してまで、自分を殺してまで、すげえ噂されるっていうな、チームのために貢献するのが美徳かと言われたらちょっと違うかなって気もするんだけど、まあ、少し投げたからってそんな簡単に怪我しないっしょって思いが個人素人目線ではあるから、そこが多分大きな食い違いなんだと思う。プロ目線、プロのメディカルケア的な立場からいくと、まあ、やっぱここで投げさせたら怪我するかもしれないっていうのを細心の注意を払いながら、もう本当に佐々木ぐらいになってきたら、もうすごい高級な腕時計みたいなもんだよ。腕時計つか、まあ金属みたいな、貴金属みたいな感じでさ、そういうのを壊す怖さも出てくるよね。壊してしまうかもしれない、もしかしたらヨシンバ、もしかしたら壊してしまうかもしれない、自分の采配一つでと監督あたりも思い出すから、そうなると使うの怖いだろうなとは思うし、思うからこそロイか、このロイが入った気がするな、なんかロイ投手ロイ気がするから、まあ決勝っていうか、まあ甲子園に出て怪我するとかも怖いし、まあ、分からんでもないけど見たかったよな見たかったよなっていう無責任なファン目線も、それも分かるっていう。ロイね、ちょっとダメですね。31歳だけど早熟持続タイプなんで、もうこれ以上の成長は見込めない。上にって感じです。このロイは取れない。ウォルフサイドハンド晩成、まだ成長の余地ある。 DBCSCB132 球威と制球が CC でピンチも C だし、あーでも持ってる変化球がシュートとシンカーしかないな。ちょっとそれは打たれるんじゃないかな。まだそれなりに成長の余地を残してるけど、まあないかな、もう取らんでいいかな今年。まあ外国人補強はここまでって感じだから、まあ見れないのは残念。まあまあそれはそれでもね、彼はもう絶対にあと1年すれば、あと半年もすれば、いや1年でいいかな、半年ぐらいで、まあ多分お茶の間で見れますよ。プロ野球のマウンドに立っている、1年我慢すれば見れるんだから、まあそれぐらい我慢してもね、罰は当たらんのじゃないのかなというような気もしますね。まあ熱くなってる人もいますけどもね、野球解説者とかも、まあ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 個人の判断、誰かを叩いたりとか、そのなった結果に関してはね、いろいろあらこうだぐちゃぐちゃ言ってもしょうがねえんじゃねえかななんてことは思いますね。その時の判断ってのはもうその時のものだから。お、清宮が打ってきました。そして佐々木朗希がおそらく日ハムに入ってくれることでしょう。ハムがね、ああいう選手は引くの得意だからね。引くの得意っていうか、もう結構早い段階で日ハム行くっつってたよね。早い段階で接触してたと思うよ。おーし、勝っても全然近鉄の背中が見えてこんな、どうなっとんじゃこれは、どうなっとんじゃこれは、近鉄の背中が遠いです。近鉄の背中が遠いなこれも7月、近鉄の試合あれしよう。え、君留学してたっけ？もう何も覚えてないけどすっかり忘れてた。え、君留学してたっけ？堀田くん、おお、いい伸びをしている。スライダーなんて非常にいいじゃないか。早く帰ってきたまえ。いや、続けさせよう。これ、この子いいね。堀田くん、続けてもらおう。2年後3年後にローテの柱になってるかもしれない。近鉄戦見ていこう。これか、ここか、ここ見る。これは占う一戦かもしれんね。今シーズン占う一戦かもしれないね。
これ見てさ、開したかなって思うよな。ちょっと開したら入れてみます。開した、まあ、打線はこれで別に悪くねえな。よし見よう。あ、近鉄が強い。まあ、現実のペナントの方はね、まあ、ちょっと巨人が失速してきたり、ホークスの方はまあ怪我人とかが出てきたりしてることによって、まあ、ずるずるとこう周囲が下がることによって盛り上がってき始めたかなって感じはしますけどね。こっちのゲームの方はどうだろうな。いかんせん近鉄が強い。もうちょっとこの試合が早かったらね、介入もしやすいんですけど、毎試合見ようかって気がするんだけど、それはできない。長い。これでさ、これ退場するってのもあるか。勝ち確したらもう球場後にするっていう手もあるね。よしよし。おかしいな、結構キャッチャーの肩がいい。おかしい。先制のランナーを出しながらも生かすことができませんでした。マウリシオ切り崩していきたい。このマウリシオが問題の。マウリシオでも、マウリシオが問題中よりは中村のりさんか。いや、マウリシオも打ってるね。マウリシオよりも打って走って大活躍。これでツーベース。あ、1点入ってる。近鉄残党歓喜。これがあの某掲示板を見始めた頃はまだ近鉄残党とか残ってたな。今はもう多分あんまりそういう存在って希少種だと思うけど、なんかすごいうざい連中だったような気がする。近鉄残党、楽天ファンでもなくオリックスファンでもなく、ただ野球アンチみたいな、厄介な存在だったような気がするな。おとなしくオリックスファンになればよかった、良いものを。勝ちたいっす。この試合も勝ちたい。次の試合も勝ちたい。きついな。これ以上バントの指示は出せない。いやー、豊田いいな。うちが出血大サービスで出しただけのことはある。チャンス。カーブとフォークの2球種しかない割に足止まってる。大村か。センター大村は守備がおそらくこのゲーム中随一だな。現役だったら外野に飛ばしてもちょっとあんまりチャンスがないな。狙うならレフトとかかな。これいいんじゃない。厳しいですよ。のりさんが普通にヒットで出塁。まあなんとかセンターは抑えて、5番ローズ衰えているとはいえ、ローズライトを守ってるね。なんか晩年のローズはレフトを守ってるイメージだったけど、確かに肩も別にそんなに良くなかったですね。さあ若い頃はね。よしよしよし、清宮。さあ清宮だ。いや、いい打撃だけどな。ちょっと走らせてみよう。近鉄の肩を封じたつもりだったんだけどな。いや、まだ早い。おバンドダイソー出すのはまだ早い。出すべきだったのはさっき清宮のところでダイソー出すべきだったかな。マウスカーソルで遊ぶことぐらいでしょうね。眺めておこう。い
山本な信用できんピッチング勝負な。よし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 。この回はあまりチャンスないね。野口、田中、新庄というこのラインナップ。田中出塁したら面白いけど、ちょっとこう見ていこう。この1球、この1球大事。2-3 というカウント、フルカウント、フォアボール、フォアボールは大きいからの盗塁、即盗塁。3投いけると思うけどな。まあそこまでギャンブルをする時じゃないね。よし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 。ツーベース、ツーベース止まり。ここで普通の2番だったらバントだろう。しかし小川さんはあれなので長打を狙っていく。普通の2番なら次の打者にかけるところだろうけど、それをさせないための小川さんらというね、打撃装置ですよ。ちょっと避けたか。すごい、なんとも言えんな。誰だ走らせたのは。誰だ坪井のところでダブルスチールかけたのは。ダブルスチールは思い切りすぎだよ、思い切りすぎだよ。それはここで坪井倒れたら倒れるな。ライトフライ、清宮の打席コース、マウリシオを打たれたら、あ、抑えたか。マウリシオ打たれたら大ピッチャー変えようかなと思って、右変える時かどうかだな。変えるかな。ラリー、ワンアウト二塁差。ケイトが裏目か、ケイトが裏目か。タイムリーヒットを放ちました。ホームイン、タイムリーチャンスが出ました。悪くねえと思ったんだけどな。防御率 1.27、 フォークとカーブを主体に投げるこのラリーならいけると思ったけど、まあ、あとの祭りってことよ。ここまだ打たれるようだったら変えるぞ、さすがに。よし、もう一人行ってもらおう、ラリーに。おバンドはよく出てるな。金子バン、転がせかな。いや、転がしてもダメか。今この近鉄すごい守備がいいんですよ。ショートが片岡で、三塁守備かなり上手くて、で、ショートがだったか、三塁、サードかな。で、ショートは武藤で守備が良くて、で、セカンド水口も守備がいい。で、ファーストが吉岡だな。吉岡も守備がいい。だから、近鉄今内野の守備がめちゃくちゃ良くて、内野の守備がいい上に外野も大村がいて、スクイズ思い切りすぎた。外野の守備もいいとなってくると、ああ、こういうところで打てません。ここは変えます。わざわざ取ったんだ近鉄から。急げ、見せてくれ、楽天初代選手会長のその実力というもの。よし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 、これは名采配。磯部光一ここにある。同点追いつつだけで
御の字でしょうよ。抑えたいね、3人で抑えたいね。よし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 、新庄、小笠原、よし、落合、イエス。まあキレッキレの豊田よりは組みしやすしといったところでしょう。組みしやすいいんじゃないですか、これは。よしよしよし、あっ、スリーベースいける、スリーベースいける、ローズの肩を。よし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 、つぼい最高や。まあ阪神じゃね、近本がね、まあ新人で頑張っていますけど、まあ坪井の足元にも及ばんからな、成績的にはな。いよいよ社会人から日ハム、じゃあ社会人からこうプロ入りして、でまあ左打ち外野、この辺まで同じだな。ただまあ坪井は新人王は取れなかったから。いや、いいね、ラリーがね、頑張ってますね。抑えたら最終回は、最終回は守護神に任せてもう勝ち確って感じになるでしょう。ちょっと待って、守護神に任せてとか言いながら何も今動いてなかった。ミラマル投入、どっちがいい、後山かな。外野を変えるところないね、ないね。いや、サード小笠原をサードと飛距離に変えるぐらいはしてもいいかな。いいね、はいよ、勝ちに行くぞ。しびれる場面ですね。9回ワンアウトだが、ファーストにランナー、抑えの守護神ミラバル、抑えの守護神とは言ってはいるものの、いるものの防御率は 3.72 と、まあ3イニング投げたら1失点するという計算。ショート、おお、田中健介、引退だぞ、もう引退だぞ、それはもう引退もののプレーだぞ。今年引退するけど、今正しかったか、ファーストにすぐ投げたの、それでよかったか。ちょっと待って、敬遠だ。3割7分1厘の打者を勝負するのはバカバカしい。これは守りやすくもなるし、中村のりさんはこれは敬遠です。多少観客席からねブーイングが起こっても、これはノリさんは敬遠ですわ。これ敬遠しないのは監督の恥。さあ、マウリシオだ。よしいけ。そりゃあねって、あと1球やんか。これも落ちるね。ミラバルか、ミラバルがいかんのか。これは近鉄相性悪いな、たびたび近鉄に負けてる気がするな。これもヒットだな。変えます、さすがに変える、さすがに変えます。立山、
ミラバルが間違えたんかな。ミラバル、系統ミラバル間違えたかな。イーニングの頭からミラバルだったら抑えたかもしれん。誰が言ってもなしか。もう勝ったと思ってたな。ほぼほぼ勝ったと思ってた。ザッ。近鉄強いっすわ。ヴィンセント。俺がいらねっつって出したヴィンセント。心なしか目に哀愁が今。目に哀愁が漂ってた。このチームには負けられないという意地。哀愁の瞳のその奥に執念に燃える炎が今垣間見えたな。10対4 4対3で勝ってたゲームが10対4まだ11対4 止めてくれ誰か。今監督が今めっちゃ叩かれてる。ネットを中心に今監督がめっちゃ叩かれてるところだね。やめさせろっつって戦い。二塁に先制。投げた。ストレート。系統そんな間違ってなかったよな。なんでこんな流れになるんだ。不思議。9回に一気に。7点かな8点か3点から一気に11点までいったけど8点かこれは抑えたでしょう。8点。きついな。近鉄としてはもう別に抑え投手を出さなくてもいいって状況だもんね。意地を見せたいとこだけど、満塁ホームラン打ったところで8点しか入らん。意地。いや、いいチームだな近鉄。キャッチャーに穴を開けさせることぐらいしか嫌がらせが思いつかん程度には近鉄がいいチームだ。見ていきたいね、ここは。入っていたから、今のは。ストライク。諦めるな。そうでした。小笠原もいなかった。面で のりさんがいるだけでこんなに違うか。あ、これは落ちた。3割7分のりさんがいて、いいチームですわ。うん、打線守備ともにね、実にいいチームになってる、この近鉄は。まあ、投手陣に少し弱みがあったかなと思うけど、それもうちがトヨタを上げたりしてるから、そのせいで幾分マシになってる。久々に打ったのを見せてくれたな。ツーアウトだからね。もう4点差になったってツーアウトだからね、ちょっと厳しいよな。まあでも最後の清宮は良かった。清宮のホームラン見れて良かった。清宮のホームランが見えたという、まあそれだけでも
この試合を見た価値はあったかな。ファーファーファー、いや長い動画になったな。また1ヶ月後ぐらいまでまた動画上がんないんだろうな。負けた。勝てると思った。勝てると思ったよ。9回表の段階で勝てると思ったよ。この時点で勝てると思った。いやー、凄まじい攻撃だったな。まあ、これも全て田中健介のエラーから始まってるね。石井和成を悪く言えないわ。すげえな、何者連続ってんだ。何者連続、6者連続ぐらいの。この流れをな、どっかでこの辺で止められたら、もしかしたらまだ分からんかったな。分からんかったが、しかし試合はね、3つだ。さ、1カード、1カードは3試合だから。3試合勝っていけば、3試合で2勝1敗なら別に全然悪くない。ダメだ。ノリさんが止められん。苦戦しています。焼きつくのここまでのシリーズの中で一番苦戦してるかもしれない。近鉄の独走が止められないですよ。ちょっと8月になったら考えないといけないかもしれないね。8月になったらちょっと練習の強度を下げて選手のコンディションを保つ方向で勝っていけたらなと思います。さもなければちょっと近鉄に追いつけそうにない。8月の近鉄戦とかがきっとあると思うから、そこに標準合わせて、行きたいね。湯船ノーヒットノーラン、湯船。雨が続くね。ずっと雨だね。この試合がキリだね。勝ちてロッテに勝ちて、最下位だからな、ロッテはな。ロッテに勝ちてっていうか、ロッテには勝たなくちゃいかん。勝たなければならない中で、稲葉と平下な。関根投げさせたいけど、関根のちょっと調子がコンディションが良くないんだよ。コンディション良くないから投げさせたくないなと思って投げさせてないんだけど、勇気だ、勇気行こう。よし10点取った。主に相手のピッチャーが崩れたって感じだけど、これこの時点での清宮の打撃はまあちょっと上向きかな。2割6分2厘になってる。2割5分から2割6分になってるんで、まあ、近鉄になんとか8月のうちには接近しておきたい。こうしてみるとまあ近鉄もちょっとね、2勝1敗ペースか。それじゃ追いつかんな。2勝1敗ペースだね。この中村とマウリシオのこの2人のコンビが強烈。防御率はちょっと角倉岡本で、豊田は入ってないから打たれたんだろうなと思うけど、気持ちいいのはこの抑えの大塚がいいってのもあるな。松坂、城島、高木大成、金子誠、小笠原、松井のバンド。そうか、小笠原が三塁手を選出したっていう。
縮められんかったな、近鉄との差が。次回オールスター会、次回オールスター会やっていきましょうか。ちょっと選手のこととかね思い返して、選手をしのんでっていうか、ちょっとまた外国人が一人見つかったみたいなんで、そのチェックをしてから今回締めにしましょう。45分、長かったな。やっぱリック、これが入ったね。23歳、あんまり多分大した選手じゃないぞこれは。きっと大した選手じゃない。早熟急降下型、シンカーとチェンジアップしかないし、その変化量も大したことない。早熟急降下型だから多分すぐ衰えていくってことを考えたら取る必要はなし。よし、じゃあ今日はここまでということで、うだつの上がらねえ回になっちまったな。まあ試合としてはね、まあ面白かったかなと思うけどね、近鉄戦。面白い展開だったかなと思うけど、負けちゃってるかな。負けてる方が面白いかもしれんか。じゃあまあ多分ちょっと今ね試験期間中なんで、試験勉強しなくちゃいけないなというところでね、本当は20分ぐらいで切り上げて勉強に戻った方が良かったんだけど、まあダラダラと喋りすぎちゃいましたけどもね。なんでまあ、またそれが終わったらね、試験が終わればまたゆるゆると動画を上げていこうかと思います。この間あんまりね動画上げてなかった。8月になったら頑張ります。ほんなまた。